なるほどな。要するにこの俺は偽物だったってわけかよ。なんだって。太扯了。啊，你刚刚不是说你冒犯后？その通り。長きにわたる運用と心理論によって。真的是你做的？啊，你不是才说你做不出来？飛躍を遂げた。本物と同等の能力思考パターンを再現し、完全自立思考を可能としたシュミラクラ。その極致こそが君なのだよ、マクバーン。你看，这就是我刚刚在提那个假冒的时候说的啊。你这个马克邦就是拥有过往的完全的记忆，他也相信了他就是他，他所做的这些就是他所做的。那他只是多加了几道指令在里面，就是一定要听从博士的话，所以他博士一召唤他就来到这里了。这就是你复制体最恐怖的事情，你无限的跟人类完全没有差，但是呢，你还是。得忠实造物主的一些指令，这就是最可怕的事。他完全就是马克吧？シミュラクラだと。ホムンクルスとも全然違う。ええ、完全な機械ベースで作られた人間。而且他力量复制的这么的完美。ありえない。除了无法磨损以外，其他都可以。ありえるわけがないわ。完全自立思考、しかも本人ですら気づかないレベルなんて。まさかお母さんやセイランド教授をさらったのは。基本理論自体はそれ以前にとっくに完成していたがね。有可能能够做到。外の断りの力の再現実験のために。エリカ女子の技術と最先端の医療技術を少々参考にさせてもらっただけさ。残念ながら今回は失敗だったようだが、まあ今後の課題にするとしよう。太可怕。あれはゼロ。检验的攻击打在小兵的脚下，不一样啊！那是四个罗伊德。爆弹。どういうつもりだ？あんたたちにとって重要な施設じゃないのか？魔鋼騎兵も含めて、すでに計画に必要な生産は完了している。ここを失っても新総統らに何一つ支障はないだろうさ。ああ、それと勘違いしないでくれたまえ。私は別に総統側はというわけじゃない。あくまで私個人の興味と実験のために力を貸していたに過ぎないのだからね。なんて人なの？動機はそんなところだとは思っていましたが。すがすがしいまでの身勝手さだね。シュミットの爺さん以上に立ちが悪いぜ。你看刚刚那杰恩，对啊，那杰恩的力量就已经让全场的人都已经打得很难分难解了。全场这个队伍也是很可怕的。以正常来说，好吧，我们不要再提四个小兵都莫名其妙。对啊，那只要再多几个人，那还得了？这种力量。しかし本当にいいデータが得られた。わざわざ協力した甲斐があったというものだ。外の断りの力の再現、今回は失敗だったが、USB 拿走。次こそは。貴様。消し炭にしてやりたいところだが、
まあおあいこにしといてやるか。あばよクソじじい、せいぜい本物の俺にバレねえようにしとけや。やれやれ、本当に君とはソリが合わないな。まあいい、詳細ではないが、ある程度のデータは頭に入っている。我觉得对啊，私はここらで退散させてもらうよ。あちらへの挨拶もあるからね。戒严官最后还是很有戒严的风格。気になることばかり言い残していきましたね。まずいな、予想以上に火の回りが早い。他估计也是没有办法烧博士。とっととエリカたちを解放するぞ。はい、扉のロックを解除します。すまない、助かった。杰克，全部後で、すぐに脱出します。博士你那么聪明，都不会背份的吗？背份之重要。然后杰克还在啊。あんたは？活很久。じゃあな、バーニングス。短い時間だったが、結構楽しかったぜ。まあ、灰の小僧や苦労にあったら、よろしく言っといてくれ。限制时间内逃离。我原本正想说简单游戏，你尝试干嘛？限制时间内逃离，然后你还有道具可以拿。一定要用跑的，一定要用跑的。攻击太慢啦！怎么不能换？现在好像不能换脚哎。算了算了算了，那个打的也没什么重要，我只是怕要打怪而已。30秒。那应该不会有打怪，然后箱子看来也没有重新，也没有别的，避免万一，我们还是确认一下。有哎，没装。没有新的箱子。啊，迷路了。哎呦呦呦，可以走。快跑！时间很够，真的吗？很紧张哎。一分钟一个区域，好。不，大丈夫か？キア。もうすぐ出口のはずです。なんとかこらえてください。不晓得这边超过时间会如何。急ぎましょう。但我们没办法复制，没办法重现的，因为没有储存。
他没有办法让你储存，想看的话要再打一次马克邦，疯了。其实地图还可以看就还好啊，欸，真的很充裕耶，轻轻松松。RP 上分散，会有一堆亮点。哇，我只看到一个，从头到尾。完了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 ！敲断了。もう少しだよ、お母さん。ティータが先に。いいから急げ。おいだ。しまった。ロイドさん、ロイド。用你的兵。哦，骑摩托车来了，诺艾尔就这样，哇，给他多的经费燃烧，抓住，诺艾尔，呼呼。OP 美救英雄お怪我はありませんか？すごい。なんとかな。还要先转两圈。でも聞いてないぞ。人家要加速啊，他直接往前就被烧了，速度不够快。转两圈加速。間に合ってよかった。本当に。绝对是克劳德。まったく。超猛逼的。フォローする身にもなってほしいよ。这个经费燃烧很 OK。宇和地君もありがとね。あ、二人とも本当に助かった。やれやれ。ロイド、ノエル。和地さんも大丈夫ですか？这就有种在浪费经费的感觉，帅可以帅，但是没有多过大的意义，就是硬要帅一波，看着当然爽，嗯，但是可能隔个一两礼拜就会忘了，嗯，莫名的要帅这一波呢。没有，这只是，这是夸奖的意思。好啦，两边都达成，再来就是黎恩的路线了。那我觉得我们今天差不多刚好就顺着到这里好了，我们下次就直接从黎恩的部分直接嗨起来，好不好？想不到这两边其实也是差不多啦，后半场有没有一次就一集，所以两个人刚好两集，我们就把他 KO 了。所以下次有可能黎恩的一集就可以 KO， 我们就好好敬请期待，看看我们下一次黎恩的部分，这个闪之轨迹五的部分会如何，好不好？我们就下周三再来继续嗨起来啊！感谢大家今天的收看啦！哦，有人这边有做出 PV， 是不是吸引很多人啊？原来是诈骗的部分，对，下次这样一次跑完比较痛快，好不好？那我们就下礼拜三同一时间再会啦！大家晚安，今天爽快，大家拜拜。